はい、皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、7月25日木曜日でございます。かなりね、久しぶりの収録ということになりますけれども、ね、前回公開させていただいた内容が、確かですよ。もう自分でやったこともね、もう忘れちゃってるぐらいですけど、パナソニックの S9 っていうね、ちょっと残念なカメラのお話だったかと思いますけれども、そこからね、いくつかっていうか2つほどですかね、収録はしていたんですけれども、もうね、体調が良くないのとこの暑さですよね。まあ、この暑さって言っても、もう1ヶ月ぐらい前になるんでしょうかね、収録したの。ね、まあそんなことがあってですね、もうずっとね、編集もしないで、公開もしないで、で、まあ今に至るという、まあそんなね、状況を迎えてるわけですね。はい。でね、もう今更ね、そんな1ヶ月ぐらい前に収録したものを編集してね、2回に分けて公開するのもどうかなと思うので、とりあえず今日ね、ちょっとその辺のお話をさせていただけたらなと思って、収録しております。なんで今日今、それをね、収録しているのかというと、今ね、某、市役所で調査をしてましたら、結局そこだけじゃよくわかんないって話になりまして、これからね、ちょっと離れたところの、神奈川県のですね、出張機関で、さっき機関と言えばいいんでしょうかね、までねちょっと行かなきゃいけなくなってしまいましたので、まあ、片道40分ぐらいかかるかな、うん、というところに行くので、じゃあちょうどいいわ、調べようということでね、実は収録を始めたところでございます。でね、何のお話かと言いますと、防犯カメラのお話ですね。もう私自身もね、もうだいぶ忘れてきてしまってるんですけれども、防犯カメラですね、今までね、私の、まあ今住んでるところの建物の屋上とかですね、まあそれぞれあちこちにですね、防犯カメラを設置して、で、まあ防犯目的というよりかはですね、単純に外の景色をね、カメラから見れる。またね、日が昇ってきたところとかのね、綺麗なこのグラデーションのね、オレンジ色のこの日の出のね、グラデーションの映像なんかが気軽にね、残せるっていうことで、まあ実は設置していたというのが目的の大半を占めているんですけれども、で、それ使っていたカメラというのがですね、アトムカムっていうね、すごい安い防犯カメラがあるんですね。なんですけれど、まあこのカメラがね、その6月だったかなにですね、結構なね、土砂降りが降ったんですよ。で、その時に、まだ買って1年ぐらいですかね、アトムカムスイング、1年、2年経つのかな、まあそれをね、2台屋上に設置していたんですが、2台のうち1台がね、もう完全に壊れてしまったというね。で、まあそういう状況になったんですね。で、まあ壊れた理由っていうのが、一応 IP68 だったはずですね。防塵防滴、防滴じゃない、防水仕様ってことになってたのか、ということになっていたんですけれども、水がね、もう機体本体の中にもうジャブジャブ入ってしまっていて、まあ、それで壊れてしまったというのが、まあ、今回の故障の原因ですね。もう全く反応しなくなってですね、AC アダプターがですね、ものすごい熱を持ってたんですね。なんだこれと思ってですね。で、まあ、すぐ外して、で、まあ、とりあえずもう故障してどうにもなんないから、屋上のね、フェンスに固定して、設置していたわけなんですけれども、まあ、それを、じゃあ、外そうということで、まあ、外したわけなんですね。で、持ち上げたらね、振ってみたらね、チャポンチャポンチャポンって水の音が鳴るわけですよ。あちゃちゃーと思ってですね、水入ってるじゃん、これと思って。そりゃあ壊れるよねっていうね。全然防水じゃないじゃんと思ってね。でね、まあこれね、もうアトムカム安いからしょうがないって言われればそれまでかもしれないんですけれど、結構ね、使えない部分が多くてですね、何が使えないかというとですね、このアトムカムというカメラの、防犯カメラのこのシリーズはですね、有線ケーブルで接続することができないんですね。LAN ケーブルを接続して使うってことができないんですよ。じゃあ何でつなげるのって言ったらもう Wi-Fi しかないんですね。Wi-Fi でつなげて使うしかないんですが、そんな状況にもかかわらず、電源は USB、マイクロ USB 端子がついていて、USB ケーブルで電源供給しなきゃいけないっていうね、非常にね、謎仕様になってるんですよ。ねえ。で、防水なんですよ。アトムカム初代は、防水に対応してなくて、2からね、防水に対応したんですけれども、まあ、防水対応って歌っておきながら、電源がそういう風にして取らなきゃいけないっていうね。なんじゃこりゃっていう、ほんとそういう状態なんですよ。だから、まあ、なんちゃって防水なんでしょうね、きっとね。だから IP68 って何なのって言いたくなっちゃうんですけどね、本当に。でね、Wi-Fi そのものもですね、すごくこの電波の受信感度、まあ送信感度も含めてなのかもしれないんですけれども、非常に悪くてですね、直線距離で3メートルぐらいしか離れてないところでも、アンテナがね、フルにつかないんですよ。で、まあアンテナそのものはね、2.4GHz 帯、要は 5GHz の速い方ではないんですね。2.4 ギガなんで、5ギガと比べれば、障害物にはね、若干強いのかなと。強いって言い方が正しいのかどうかわかんないですけれど、まあ、若干良くなるのかなという程度だと思うんですけれども、ね、とにかく、まあ、電波の、その、受信感度というか、送信感度というか、これが非常に悪いカメラなんですよ。ね。で、会社に置いといた、設置しておいた、アトムカム2だったかな、それはですね、Wi-Fi ルーターから直線距離で3メートルぐらいで、その間に障害物一切ない、そういう状態で、ファームウェアのアップデートが来たんで、アップデートしたら、アップデートの途中で Wi-Fi の電波が切れたみたいで、それでもう、使えなくなってしまったというね。どうしようもないね、これねっていう、まあそういう状況なんですね。で、アトムカムスイングなんかは、まあ、スイングっていう名前がついてるだけあってですね、要はカメラをね、上下左右にね、回転させたり動かしたりすることができるんですね。そういう機能がついてるカメラなんですけれども、まあ、これも結局 Wi-Fi で操作しますから、電波の受信感度があんまり良くないので、動かなくなったり、なんかとにかくね、動作がめちゃくちゃ不安定なんですね。まあそういうカメラなんですよ。で、まあそれが今回壊れてしまったということで、じゃあちょっともう今度はもうさすがにね、壊れたからじゃあもう一個買いましょうって言ってもね、6000何百円だかするんですよね、アトムカムスイングはね。だから、いや、それはもうバカバカしくて買ってらんないなと思ってですね、それであればもっとちゃんとした防犯カメラ買った方がいいよねっていうことで、実はもう先月の話になるんですけど、購入したわけですね。で、買ったカメラが何かというと、まあ、中華製になるんですけれども、H.View っていうね、中華製のメーカーがあって、YouTube なんかでね、レビュー調べてみると、本当わずかな数ですが出てくるんですね。で、どうもまともに使えそうだという感じがしたので、感じがしたというのはなんでそういう曖昧な言い方をしてるかというと、防犯カメラのレビューってね、まともなレビューがないんですよ。残念ながら。本当にね、これメーカーに忖度してるよねっていう、中途半端な情報しか載ってない、話してないレビューしかないんですね。本当に知りたい情報っていうのが全然出てこないんですよ。これがね、本当 YouTuber 使えないなと思ってね。ね。で、結局ね、まあ、いろんな商品のレビューでもそうなんですけれども、実際に必要としてる人が使ってレビューしてるわけではないので、レビューがね、ほんとデタラメなんですよね、はっきり言って。これね、いろんな、この防犯カメラに関わらずね、すべての商品に対して言えるんですけどね、本来趣味で使ってる人がレビュー、するのであれば、やっぱりね、こういうものはこういう機能がないとダメだっていうのは分かってますので、そういうところをちゃんとチェックしてくれるんですけれども、普段使わない人が、そういうね、使わない商品のジャンルの商品をレビューすると、何が重要で何が重要じゃないのかっていうのは分かってないので、もうね、小学生がレビューしてるような、もうどうでもいいレビューになるんですよね。これがね、防犯カメラ関係のレビューで本当に言えることで、ほとんどの人が防犯カメラって必要に迫られて、まあ買うじゃないですか、買う人はね。でも YouTuber のレビューはってね、必要に迫られて、手に入れて、で、レビューしてるわけじゃないので、だからもうほんとデタラメなんですよね。もう繰り返しで申し訳ないんですけどね。そんなわけで、なんとなく使えそうな感じっていうね。まあ、その程度の感覚でしかないんですけども、まあ、他のね、防犯カメラについても結局全部同じ条件なので、もう自分がね、いろんな動画を見て、一番まともそうかなと推測を立てたものの中で選ぶしかないっていうのが防犯カメラなんですよね。本当残念ですね。で、まあ、そんな中で、まあ、H.View っていうメーカーを選んだんですけれども、まあ、このカメラ、まあ、どういうカメラかと言いますと、PoE って言いまして、LAN ケーブルに電源を一緒にね、送受信できる。まあ、送信か。カメラの動画のデータですよね。の通信プラス電源まで供給できる。まあ、そういった仕組みなんですね。で、本来であれば、電源ケーブルと有線で接続するとなると LAN ケーブル別途つないで2本のケーブル、1個のカメラに対して2本のケーブルが必要になってくるんですけれども、 PoE に対応していれば LAN ケーブル PoE 対応の LAN ケーブルを1本使えば、もうそこで通信と電源供給ができると。まあすごくね、便利なんですよ。ただし普通の LAN ケーブルじゃダメなんですね。普通の LAN ケーブル挿しても電源供給してくれませんので、PoE 対応の LAN ケーブルをまず用意しなきゃいけない。かつ、ね、ハブの方ですね。カメラが PoE 対応、LAN ケーブルが PoE 対応って言っても、今度はそのカメラから来た LAN ケーブルを挿す、ハブも PoE に対応してないといけないっていうね。まあ、この3つが揃って初めて PoE対応ということで使えるという、まあそういう環境になるんですけれども、で、まあ、すごくとにかく便利だよと。で、なんで有線ケーブルで接続するカメラにこだわったのかというと、アトムカムがあまりにも Wi-Fi がダメだったからですね。で、アトムカムの防犯カメラを買う前にも、結構私ね、中華製のカメラであったりとか、日本のメーカーでね、どこだったっけな。もうちょっとごめんなさい。名前が出てこないんですけれども、それなりに有名なメーカー、すごくメジャーってほどでもないんですけど、そこそこ有名なメーカーがあるんですけれど、そこのね、防犯カメラもね、結構買って使ってたんですけれども、やっぱりね、Wi-Fi 接続になると動作がね、どれもみんな不安定なんですね。で、特に中華製のWi-Fi 接続の防犯カメラなんかね、下手するともう接続できないっていうね、全然使えないっていうカメラなんかも結構あったんですよ。もうね、あの手のね、安物のね、Wi-Fi 接続の防犯カメラ、いくつ買ったかね、わかんないぐらいね、相当買ってるんですよね、私。多分ね、2桁じゃ追いつかない。あ、まあ、2桁あれば追いつくか。ごめんなさい。2桁あれば追いつきますね。さすがに100個は買ってないですけど、まあ、10個は優に買ってるんですね。アトムカムだけでだって10台超えましたからね、買ったのがね。というわけで、まあ、いろいろ買った経験上ですね、もう、この、Wi-Fi ケーブル、Wi-Fi ケーブルじゃない、なんだそれ、Wi-Fi 接続の防犯カメラはやめようと。で、もう有線 LAN で接続するものにしようということで、まあ、有線にこだわって、で、ね、電源ケーブル別途必要だってなると、ちょっとそれはね、2本、ね、1つのカメラに2本ケーブル用意するのはもう効率的じゃないよねっていうことで、PoE 対応っていうもので、まあ、調べていったわけですね。で、ね、防犯カメラあるあるなんですけれども、まあ、アトムカムなんかまさにそうなんですけれども、今度はね、音声のお話ですね。防犯カメラって、映像を皆さんすごい気にされる方多いんですけれども、実はね、本当の意味での防犯カメラとして使いたいってなった時には、実は音声がね、すごく重要なんですね。例えば、泥棒らしき人が映ってました。なんか喋ってるねってなった時に、口をね、パクパク動かして、2、3人ぐらいでいて、なんか話してるねってなった時に、音声がちゃんと収録できてないと、それが泥棒だったのか、全然関係ない通行人がただそこで立ち止まって井戸端会議をしていたのかっていうのがわからないわけですね。で、この音声が、はい、ちゃんと収録できるかどうかっていうのが、実は防犯カメラにとってすごく重要な要素なんですけれども、残念ながら防犯カメラのこの界隈っていうのはね、未だにね、音声がちゃんと収録できるカメラっていうのがないんですよ。アトム株なんかひどいですよ。もうほとんどまともに入らないって言った方がいいですね。もうね、音声はダメだと思っていただいた方がいいです。そのぐらいね、まともに入らないんですよ。で、今回買った H.View っていうね、この中華製のカメラなんですけれども、じゃあこれどうなのっていうお話なんですが、やっぱりね、音声は微妙でした。アトム株と比べれば、環境音はほどほどに入ります。あくまでほどほどにですね。ただ人間の声とかは全然まともに入らないです。うん。ちょっとね、残念だったなーってオチですね。だから、もうちょっとね、この防犯カメラの業界はね、ちゃんとね、人間の声もね、普通に入るぐらい、まあ、せめて CD 音質ぐらい、なんだ、16ビットの44.1kHz っていうんでしょうかね。まあ、このぐらいの音声で、収録できるようにしてほしいなって、個人的には思いますね。うん。ちょっとあまりにもね、お粗末ですね。この防犯カメラ業界隈のね、この音声の処理についてがですね。で、今回買った、この H.View っていう防犯カメラですけれども、音声がですね、最大で 16kHz なんですよ。16kHz ですよ。8kHz か 16kHz しか選べないんですよ。で、ビット数については、もうね、あれいくつだっけな？設定できたんだ。設定が確かもうできなくて固定なんですけれど、うん、ちょっとわからない。ごめんなさい。ちょっともう頭の記憶の中から飛んじゃってるんですけど、まあ、とにかくね、音質がめちゃくちゃ悪い。アトム株に比べればまともなんですけれども、それでも音質はめちゃくちゃ悪い。もう使えるというレベルではないですね。環境音がかろうじて入るっていう、まあ、そんな感じの状態だと思ってください。で、今回私が買ったこの H.View の防犯カメラのシステムはですね、Amazon のプライムセールですね。だから先月じゃなくて今月7月の1日にポチったのかな？うん。あ、ごめんなさい。プライムセールの前だ。に買ったんだ。プライムセールはね、7月の中旬でしたからね。の前にタイムセールがあって、それで安くなったのを買ったんですね。ごめんなさい。でね、買ったのがね、カメラ4台セットで、それから、その、防犯カメラの収録システム、PoE 対応のハブとかも全部入ってて、一応最大でね、8本のカメラが接続できるようになっている PoE 対応のハブがついてまして、で、4TB のハードディスクはもうすでに最初からね、搭載されている NVR っていうね、そういう機材なんですけれども、これがセットになったものを買いました。通常ね、8万円近くするものが、6万何百円とかで買えたんですよね。で、それとは別に PoE 対応の、LAN ケーブルも一緒にポチったんですけれども、実際に商品届いてみたら、そのシステムのセットの中に PoE ケーブルも一緒にね、4本入ってきていて、マジかと思って、これがあるんだったら2本はいらなかったなと思ったんですけどね。まあいいかと思ってね。ただね、私が買ったケーブルがね、20メートルの PoE の LAN ケーブル2本と10メートルが2本かなで買ったんですけど、結構いい金額するんですよ。20メートルの PoE 対応のカテゴリー 6A だったかな、対応のね、ケーブルがですね、もう4700円ぐらい確かしたんですよ、1本がね。で、2本買えば、なのでもう1万円ぐらいしちゃうわけですね。まあ結構な出費になりましたね、おかげさまで。うん。で、まああとそれ以外にもね、このカメラをフェンスとかに取り付けるためのケーブルであったりとか、それから、カメラの、やっぱりその LAN ケーブルを挿すところが、やっぱりむき出しになっちゃいますからね。露出した状態だとそこから水が入ってダメになっちゃいますので、まあ電気なんかもね、供給してますから。なので、それを隠すための、そういうね、ボックスがあるんですよ。防水ができる、ボックスの中にケーブルを入れて、そこで接続して、で、そこからまた引っ張ってきて、室内にケーブルを入れるという、そういう装置があるんですけれども、まあ、それを買ったりとかしましたので、なんだかんだで全部で、いくらだろう、8万何千円ってかかったんじゃないでしょうかね。うん。まあ、そんなわけでね、まあ、購入して、今、3台ほど、4台のうち3台設置して、運用しております。なので、もうね、3週間ぐらい使ってるわけなんですけどね、まあ、感想としてはね、悪くないですね。音声がね、まあ、残念なところはあるんですけれども、映像に関しましては非常に安定してまして、あとはね、まあ、うちのね、ネットの回線がちょっとね、上りの方の、回線スピードが不安定というのがあってね、外部のからアクセスする場合に微妙なところがあるんですけれど、ちゃんとね、光回線をちゃんと有線ケーブルでね、導入すればですね、おそらく外部からのアクセスでもサクサク動いてくれるんじゃないのかなと思っている次第でございます。はい。やっぱりね、有線ケーブルで接続すると全然違いますよね。ただ、今回私が買ったこの H.View の防犯カメラというのがですね、コントロールできないんですね。コントロールできないっていうのは、そのカメラの向きとかを動かすことができない固定型のカメラなんですよ。ですので、まあ残念ながらですね、そんな状況ですから、一度設置すると、あと自分でね、もう一回また屋上とかに行ってカメラの角度を変えないと、手動で変えないと変えられない。なので、まあ原則、まず変えることはもうないと。まあそういう状況ではあるんですけどね。うん。まあ、ただ、とはいえ、屋上に今2箇所。で、自宅のお部屋の中にね、1箇所設置してるんですけれど、まあ、部屋の中に設置してるって言っても、室内を撮ってるわけじゃなくてね、まあ、駐車場側をね、この窓からね、撮影してるという状態ではあるんですけれども、まあ、その、屋上に2箇所設置しているものはね、まあ、その間に雨なんかも結構降りましたけど、今のところ何の問題もなく動いてくれてますね。うん、だから、まあ、アトムカムと比べれば、まあ全然ありかなと。で、スマホのアプリからアクセスしてもね、サクサクちゃんと、閲覧ができる状態になってます。で、まあ4テラのハードディスクで3台しか使ってませんから、まだね、いっぱいにはなっていないとは思うんですけどね。うん、だからあともう1台使ってないので、まあこれをね、どこに設置しようかななんて今考えてるんですけどね。うん。まあ必要もないのに設置してもね、電気代がかかるだけなんで、まあ必要なければとりあえず予備で残しといてもいいかなとは思ってんですけどね。はい。まあそんなわけで、まだまだ目的地までは、まだ3分の2ぐらいまでしか来てないんですけれども、もうだいぶね、結構お話ししてるんじゃないかなというところと、まあお話しすることもね、まあこの程度かなというところなので、今日のね、このポッドキャストラジログは、この辺りで終了したいと思います。またね、何かこの防犯カメラ関係でね、アップデートするような情報がありましたら、お話ししたいななんて思っております。そんなわけで、また次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。